ちは。こんにちは。はい、やりました。はい、そこやりました。そうです。大谷選手が27号ツーランホームラン、逆転ツーランです。この動画を撮影の時は毎回裏で打ってくれてんな。ほやほやです。まだ数分しか経っておりません。はい、やりました。またスライダーなんですね。またスライダー。もうスライダー投げたら 100% ぐらいに打つな。これだから相手もスライダー投げられないです。やっぱこう膝元とか、はい、そういうところは泣きどころなんだよ、うん、左バッター。でもちょっと間違えたら確実に打たれるな。うん、あれ、インコースちょっと高めそうなんだよでしたね。だから難しい、簡単ではないんだよ。はい、やっぱねスライダーと思ったら少し溜めるから、うんうん、でも高めだとそれでも早く打ちに行かないといけないんだよ。はい、見事だな、体のキレとか。キレ素晴らしい。素晴らしい。あの体勢の打ち方っていうのもかなりこう、いやいや、もうそれを体勢はあんまり変わらないよ。どのホームランに対しても。ただ反応を変えてるだけで。早いよ、お前。だって0コンマ何秒で瞬時に体が反応しないと。うん、そうよ。ですよね。そう。それがもうできる。いや、それができないとこんなにホームラン打てない。そりゃそうですよね。そりゃそうだ。これで MLB キャリアの500打点制しました、クリアしました。500打点だよ、もう。はい、500だから1になったのかな、これで。おそらくそうですよね。でさらに200ホームランまで残り2本ということで、これしかも貴重なのがやっぱりこのツーランの逆転、これで4対3になったので。大谷さんは、大谷さんはいくつだっけ、28 30、もう30になるの。もうベテラン、日本ハム18歳で書いてる。もう30、12年やってる。もうやってるんじゃないですかね。メジャーまだ22、3歳だと思ってたけど。違う。メジャー行ってからはもう数年経ってるので。そうです。でも500打ってんだろう、もう。通算通算な、うん、そうですね、もう500打点はもういってるので。うん、これ本当にバッター1本でいったらとんでもない数字が残るかもね。ものすごい偉業になると思います。まあ、ホームランとか打点だとか。はい、じゃあやめる。やめない。やめないです。ああ、そう。すごいですね。メジャーの MLB キャリア500打点も達成して、いやちょっと MLB のねキャリア200ホームランまであと2本っていう。なあ、あと10年、うん、10年できるか。まあでもどうだろう、まあ、40まで、うん。多分どちらか、最後はどちらか1本に絞る。また打者1本に最後はなるってことなの。600本ぐらい打ちそうだな。もう行くでしょうね。ホームランですよね。行きそう。でそれに伴って1500打点ぐらい行きそうだな。すごいですね。すごいよ、お前。だって1番バッターですからね。ああすごいな、うん、この打点っていうのもすごいですし。あ、1番だと打点が、まあでもある程度の年になってくる、走ることよりも、うんうん、やっぱこうバッティングに専念っていうことになってくると3番4番はい、そうなってくると打点はもっと増えるわな。そうです。ただもう一回ピッチャーの時期っていうのはもちろんね、来ると、来年から来ると思うので。そうだな、リハビリ中だぞ。出た。そうなんですね。リハビリ中なんですよ、本当。そうなんですよ。あ、すごいな。いや、すごい。このね、6月も終わって7月になってるわけですけれども、7月でもやっぱちょっと止まらない勢いですよね。まあ、今日撮影っていうことで、はい、ね、大谷さん、あ、1番で DH 先発と、うん、ほっとして、うん、ね、まずはチャンスがあるぞと。動画のね、動画のね、うん、確実に答えてくれるね。毎週ですよ、こんなことあります？なあ。だって先週か先々週、週に2回撮影の時、うん、両方とも撮影日打ってますよ。まあ、そうだな、うん、すごいよな。なんなら撮影日に、今日は逆転でしょ。そうです、逆転ツーラン。逆転ツーランね、かっこいいね。いや、これ同じ動画の日に撮影日に2回打ってくれる可能性だって十分にあるわけですもんね。やっぱスピードが違うわ、うん、それはやっぱりそのスイングスピードですか。もちろん、うん、早い。キレがいいというかさ、うん、早い。どうやってキレ出したんですか。それはもうトレーニングとか。やっぱトレーニングだろうな。そのあれだけ筋トレして筋肉は重いはずじゃないですか。でもキレを失わないような。いや、だからそのウエイトって、うん、まあ、最大負荷をかけて、うん、それの8割ぐらいのこうガーッとこう何回か上げるっていうのが、まあ、多分主流だと思うんだけど、はい、多分ね、
少し軽くして早い動きもやってるんだと、うん、あの瞬発系のですね。そう、はい、だから多分スピードを失わないんだと思う。最大筋ばっかりやってると、うん、なあのスピードを失われて、あの体も大きくなったりとか筋肉はつきやすいんだけど、うん、スピードを失われるって言われてるから、うん、多分ねその軽いやつでね、うん、スピードを入れてウエイトもやってると思うよ、うん、あともちろん柔軟性もあるので、もちろんその筋肉を、ね、つけるだけだと硬、ね、いというか重い筋肉になる、うん、柔軟っていう意味では柔らかいですもんね。いや見てないけどあれだけ触れるっていうのはね、こういう体勢でもでもね、うん、あれだけ瞬発力出せるっていうのは、うん、体の硬い人、そうなんですか。そう意外、いや意外と力みがなくこう瞬発的にバーンと出せるでしょ、はい、そういう人って体の硬い人が多いんで、体の使い方がうまいんで、あいや意外でもね、柔らかい人ほどね、うん、力むんだよ。逆なんですか。逆なんだよ。へえ。いやだから俺はおそらくある程度の柔軟性はね、うん、もちろん保ってるよ、うん、だけどその柔軟性がある人の中では硬い方だと思う。そうなんだと俺は思うけどね、うんうん、いやだからやっぱ瞬発系を出せるんだろうなと思う。で、まあ、守備についてない DH じゃないですか。普通バッターってやっぱ守備からバッティングっていう風に言われるじゃないですか。その守備してないで、まあ、ベンチで座ってて、さあそろそろ俺の番だって言ってポンって打つっていうのは何なんですかね。座ってないから。なんで、あ、そろそろ私の番ですか。そんなことはないよ。裏でやっぱりどれだけやってるか、なんだったらマシン打ってるかもわからないよ。裏でか、そうか、そう打席入る前 T 打ってるかもわからない。そうかそうか。それかもう映像を見てイメージを湧いて立ってるかも、うん、体ってそんなにすぐに対応できるものなんですか。守備してなくても慣れだって。慣れなんですか、うん、DH 何でも人間って対応していくんだよ。すごいな。おそらく水の中でもずっと生活してたら10分ぐらい潜れるようになってるよ多分。人間がだよ。そうだよ。対応能力があるから。だから DH だって、うん、ね、やっぱその入ってくるんだよ。次俺の番だってガーンと気というか、はい、意識が、うん、だからまあそういうので多分大丈夫なんで、集中力もマックスになってくるし。すごいですね。すごい、まあ、確かにね、 WBC の時はね、打者で行って最後大谷さんブルペンから出てきて、本当だよ、投げるぐらい対応力すごいので、あれ投げるんだとかみんなでそう見てたらしいからな。ブルペンでそんな球数投げてないのにっていう、すごい対応力と瞬発力と。そうだな。いやすごいですね。でも豊さん、先ほどおそらくもしかしたらだけれども、その試合中も後ろで T 振ってたりとか、マシン相手にこうやってるかもしれないとおっしゃってましたけど、そのキャンプ実際に今年の春見に行った時に、各球場にそういう施設っていうのはどうだったの、システムというか。すごいよ、まあ、コンピューターで制御されてて。あ、そうなんですか。パカパカっと打ち込んだら、はい、ピョンと出てくるんだから。それがもう実際、それがまあ、まあ、その、はい、まあ、例えばピッチャー誰々の何々って言ったら出てくるようになって、はい、そうなんですか。そうだよ。あ、だからもうね、そピッチャー何々って言ったらその球種とか、その、まあ、球種は軌道だとか、まあ、そういうものが出てくる。それを実際こうやって打てる。すごいですね。しかもそのもう最先端、まあ、だから映像もあるからね、もちろん。はい、それが各球団というか各球場多分持ってると思う、全部。すごい、まあ、投資してないとこは貧乏球団だった。まあ、ドジャースなんかはね、もちろん絶対あるありますから。じゃあ大谷選手もそれで目を鳴らしたり対応しながらあのボックスに立つっていうことに。まあ、そうだね。だからまあ、例えば今日の先発ピッチャー誰だねって分かったら、うん、もうセッティングしてもらって、うん、まっすぐカーブとか、うん、スライダーだとか、うん、フォーシームだとか、うん、全部見れてるのと一緒だよ。で途中でピッチャー変われば、裏で、あ、このピッチャー来たって言ったらそれに変える。それ変えられる。高さも全部、手の出すところが身長も全部変わる。その選手の特徴まで捉える。いや、もうコンピューターでそんなってなって高さがわーって。え、じゃあフォームもですか。いや、もちろん投げてくるタイミングまだある。それすごいですね。いや、すごいでしょ。それ日本もどっかの球団取り入れたら、取り入れたところがあるんじゃないかな。ソフトバンクなんかあったんじゃないかな。それが、それ取り入れた方がね、近道、まあ、だけど日本のデータが全部入ってるかどうかっていうのは別問題だけど、
そうか、メジャーはもう全ピッチャーのデータがそこでコンピューター化されて再現性がすごいってことですよね。そうそう、この人誰みたいな、うん、女の人でこんな練習場いるって言ったら女性がワンと座ったもん、パカパカパカってあいってて、まあ、ポンピューンピューンピューンポンみたいな、だからあのいわゆるブルペンピッチャーみたいなのがいないってことで、すごいですね。すごい、もうハイテクだから。勝てない、そんなメジャーに勝てない、うん、いや、まあ、勝てないっていうか、その日本が競争してるわけじゃなくて、まあ、そうですよね、まあ、大谷さんがそれを見ながらやってたりとかするっていうんだよ。はあ、それは打ちます ね。いや、だからといって打てる人は、ね、うんうん、打つけど、うん、ね、まあ、だからそれは DH だろうが何だろうが、うん、やっぱそこに入っていってると、うん、やっぱ体の準備だとか目の準備だとか、うん、そういうものはできているということです。そうですね、少なくとも日本の代打だったり日本の DH の選手よりかはよりすんなりとこう入っていけるっていうのは、まあ、それが試合中にやってるかどうかは別問題でして、あ、まあ、先発ピッチャーが分かれば、うん、大体そういうのは裏で見てたりとかする可能性はあるよね。そうですよね、うん、機械がありまして、トラジェクトアークというもので、これ多分レンタル料ですよね。月300万円です。こう取り付けてよ。ここにですか？何がやるんですか？で、月300万円だからシーズンオフの時はね、レンタルしなければいいので、そう考えるとあのだいたいね、3000万ぐらいで。まあ3000万、まあまあキャンプの時からっていうことを考えれば、ね、考えれば3000ぐらいでという考えれば安いもん、安いですよこれは。安いですよ。そうですよ。でもそれをこういう会社があるんですね。うちの機械これレンタルしますよっていう。これあの日本でもこういうシステムというかサービスあるあるある。やった方が。いや、あるある。あるけど導入するかしないかもう別問題。確かにそういう、まずスペースが球場にないとダメ。いや、あるある。あるんですか？それあるよ。じゃあ取り入れどこでも置けるから。で、メジャー20球団以上が使用、数球団はまあまあ使用してないところもある。まあまあでも同じようなのも多分あると。あ、似たような感じ。そうそうそう、だからそれだったら違うところちょっと入れてみようとか、うん、まあ、そういうのじゃないの。多分解説者いるだろう。豊さんしかその機会はおそらく見たことはないと解説者から。それは分からんけど、うん、まあ見たよね。あ、それはあのパドレスの時。いや違う。それ違う、うん、違う。これはあのデトロイトの時。あ、タイガース、あ、前田健太投手。ああ、もうここにあったから機会が。そうじゃ、そんな近いの？いや近いよ、それは近いよ。ここにあったもん。で女性がバそう。いや、すごかった。これえ、メジャーってこれいつぐらいから取り入れてるんですかね。いや、ここ22年のカブスがスタートらしいです。22年のカブス、あ、だからやっぱり2年前だから、まあ入れて、まね、間もないというか。だからキャッチャーの人なんかこうやってさ、無駄な球投げさせないと、うん、こうキャッチングの練習とかしてて、バーンってバッターが来るまで、あ、バッターが来た、 OK、サンキューみたいな、スーッと帰っていくみたいな、うん、で、こうやってバッターが効率がいいですね、非常に。サンキューみたいな、おお、もうかんみたいな。なんか全然違う日本と。いや違う。まあ違うっていうか、まあ日本もね、うん、まあそういう機械の導入っていうのは多分しようとはしてると思う。うんうん。どっか多分入ってたと思うんだけど。これではないってことですよね。ただね、その扱い方だとか、うん、そういうのっていうのはやっぱメジャーがやっぱ長けてるな。ピッチャー。もう本当にあのピッチャーがバッピじゃないや、 なんとか投球ライブ BP やるときなんかは必ずここに数値化 できるやつと、真ん中にバッターとピッチャーの間に置いて、でバッターの後ろに置いてる、3箇所に、3箇所にでこう投げて打つと全部データが出てくる。いろんな、いや、それでその数値を見て、ね、コーチとか全員がその数値を見たら解析できるんだよ、はい、あ、ここはこうなってるからこういう数値になってる。あの、いわゆる WBC の時に多分ダルビッシュ投手がパソコンを見ながら、そう、ね、あの日本の選手たちもこう見て、あれですね、それをみんな共通理解できてるんだよ。あ、でもう理解もできてるんですね、うん、だからこうやって見ると分かるんだよ、うん、だからこれ何みたいなやつはいないんだよ、うんうん、いや、だからあのすごく
例えば大谷がね、はい、大谷さんがこう打って、うん、あここはこうなってるって言ったら、いや数値化してみたら、うん、ここがもう少しこうならないと、うん、このいい時の数値には戻らないよみたいな、そういうのは全部共通理解でできるんだよ。もう物理的にその専門のチームが解析をするから、ただこれはバッティングコーチじゃなくてトレーニングコーチに言っといた方がいいと。はそしたらトレーニングコーチがここの筋力をちょっと鍛えたら、あ戻ったみたいな。もう的確だし早い。いやもうそう、だから大谷さんはこれからどれだけ打つか分かんないっていう話で。そういうことなんですね。そうそうそう、で再現性が高いっていうのはそういうことなんですね。再現性ってもう今日でもさ、高めだろうが、うん、外のスライダーだろうが、うん、もう本当一緒だもんね。再現性が素晴らしいですよね。うん、いやだから、まあ、これからも本当に何本打つか分からんぞ。うん、そうですよね。知らないぞ。もう今ね、独走してますからね、もう一人で悠々と。そうだね。ですよね。だからもう本当になんだよ、二刀流じゃなくてもバッター専念だったらどれだけの数字が残るかっていうのを楽しみにしてたけど、はい、うん、まさしく楽しみをくれてるよ。いやそうですよね。もうね、来年から二刀流におそらくねまた再開するので、まあ、そうだな、バッターとしてだけの大谷選手だとホームランいくついくんだろうっていうのが見られてるので今。まあそうだな、うん、いやすごい、すごい記録どんどん伸ばしていってほしいですね。はい。